皆さんこんにちは、2022年の、賞金ランクというよりメルセデスランキング39位に入ってシード権を獲得しました、はい、岸部桃子さんの今日はドリルに挑戦させていただきたいと思います。はい、そして、場所は横田英二さんですね。はい、はい、横田英二さんにご指導賜りたいと思います。ありがとうございます。はい、じゃあ今回は、はい、基礎トレーニングをずっとやってきてるんで、はい、まあ、僕がレッスンする中では唯一と言ってもいいぐらいパワー系というか飛ばし、ほ、みんな大好き飛ばし、はい、のちょっとトレーニングをやっていきたいと思います。はい、これ岸辺さんもやってる、はい、もうこれはオフの間も毎日、うん、毎日、まあ、ある意味お相撲さんの鉄砲、はいはい、こう柱を、はいはい、あの柱を叩くのと同じで、うん、こういかに衝撃を与えるのにいい角度で当てられるか、ほうほう、あのお相撲さんの柱叩いてるのも地面からもらったエネルギーをこんな角度で当ててたら力が伝わらないから、はい、柱に対していかにいい角度で効率よくエネルギーを伝えるかっていう、なるほど、これをゴルフも同じなんで、なるほど、トレーニングしてみましょう。なるほど。で今回はこういう、はい、まあ、よくありますよね、はい、叩くやつ、こういうサンドバッグ、はい、叩くやつと、うん、ちょっと重くて短めのドライバーを使って、うん、ほうほう、ちょっとパワートレーニングしたいと思います。なるほど。でこういうのは売ってるんですか？まあまあ市販してるのもあるし、うん、普通の皆さんのドライバーとかでやるとやっぱシャフトってこういう横の力には弱いんで、うん、折れちゃったりするんで、うん、少しドライバーでやる方とかはちっちゃいスイングとかでやってもらうといいと思います。うん、なるほど、なるほど。じゃあどうしましょう。最初、はい、岸辺に普段やってるようにやってみてもらいましょうか。はいはいはい、そうでこういうのをね、はい、こういう道具を見かけると大きく振りかぶって思いっきり打っちゃうっていう人多いんだけど、うんうんうん、これはいかに小さな動きで最大のエネルギーを出すかっていうトレーニングなんで、うんうん、これ中何入ってるんですか？これはあのタオルとか毛布入れて、あ、タオル、はいはい、まあまあ柔らかいんで体の方は怪我しないように。なるほど、なるほど。いいですか？うん、きます。これ忠実に今1、2で形のイメージをして3でしっかり叩くっていう。もう2回ぐらいやってみましょうか。ここでスロー、スロー、ファースト。なるほど。こういう感じでこの的に対していい角度で当てることで、僕が飛ばすために必要な条件としていつも言ってるのは、構えてインパクトの時に一つは体重が左にかかっていること、うん、で右肘が体の近くにあること、うんうん、で頭がボールの後ろにあること。これ本当によく言われる基本なんだけど、うん、この3点が飛ばすために絶対必要な条件だと思ってるんで、うん、そこを注意しながらもう一回してみましょうか。スロー、スロー、こういうのを繰り返し繰り返しやることによってインパクトが効率よく叩けるようになるんで、うん、ちょっと見よう見まねでやってみますか。ああ、ちょっと先輩かっこよかったんでさっきちょっとやってみてもらっていいですか？本当ですか、はい、まあ、ちょっと説明すると、はいはい、腕の力でここまで動かすとあんまり力が出ないんです、うん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 、だもうこう足踏みしといてちっちゃいとこから、うん、小さいとこから、うん、手で上げるとここじゃ力出ない、ここじゃ力出ない、ここじゃ力出ない、力出ない、力を出すとこまで上げちゃうんで、うん、ポイントは立ち方は覚えてますか？はい、地面から母子球でちゃんと地面の力をもらうこと、はい、もらうこと、脇は締めること、締まってること、はい、で枝を振るのは幹で振ること、そう、幹で振ること、はいはい、これは過去動画見てくださいねなるほど。まずじゃあ帽子ちゃんと立って母子球に乗り、じゃあ、 あの、はい、これスペシャルだから、はい、僕が声かけます。スロースローファーストっていうんで、あ、はい、行きましょうか。じゃあちょっといいですか？はいはいはい、スロースローファースト。ちょっとに振りかぶらないと行かないわけよ。はい、あ、ダメだった。インチキ。いやいや、気づいてないよね。いやでも分かる、あの客観的に見てると遊ぼう分かるでしょ？分かります。ちょっと前から言ってみようかあの振り幅でかくなっちゃいけない。一
人の話を聞く癖を来年2023年の目標は人の話を聞く、はい、あ、分かりましたじゃあ行きましょう、はい、スロースローファーストいきます。スロースローファースト、はい、ちゃんと立ちます、はい、幹で、はい、スロースローファーストお、まあまあ、じゃあ今のはさ、いい例よ。枝で振ってるから出ないじゃん、力が、はい、あ、なるほど、枝で振っちゃってる、枝で振っちゃってる、枝で振っちゃってる、はい、ちょっと枝で振っちゃってる、はい、ちょっとあの、じゃあ桃子が言うことないから本当だと思うの、はい、今言ったよね、ちょっと枝で振っちゃってるって小声で優しい桃子ちゃんから、はい、あの、じゃあちょっとお願いします、ちょっと、はいマジで人の話を聞く。あ、分かりました。分かりました。で、今めっちゃいいねボタン入りますよ。いや、マジで、はい、自分じゃ、はい、あのこれ典型なのよ。やっぱ、はい、手でアマチュア、新一がアマチュアゴルファーだっていうことじゃないから誤解しないでね。はい、これ俺よく例えで説明するのは、はい、プロは、うん、例えば林に入った時に、うん、こうやって、うん、当たんないなって、うん、バックスイング当たんないなと思ってバンって打ったらさ、うん、だから当たんないじゃん、素振りして。でもアマチュアの人ってさ、あ、この枝当たんないなって思って実際打つとバキバキって当たるじゃん、うんうん、これ枝で振ってる人の典型なのよ、はあはあ、自分のこう腕とクラブのコントロールができてないから、はい、だから新一も今、うん、もう幹で振りますねって言ってこうやってやったわけよ。あ、だから本当にこう自分の幹だけでパーンとこうやって、うん、思ってるよりも力が出るから、すごい、うん、幹でね、幹でちょっと岸さん、もう一回ミキで僕の真似してもらっていいですか僕の枝っぷりを、変な動きが変な動きがついちゃった、ちょっと僕の枝っぷりの真似でもね、あの本当にこの動画を描いてみるといいよね、うん、よくわかるから、うん、なるほど、ちょっと僕の枝っぷり枝っぷりがいいでしょ、もうだんだんおかしくなってきてるもう枝っぷりはいいよ、いい枝してるよいい枝してるちょっと僕の、ちょっと、僕の、ま、ちょっとこう、手使ってこうだって、あ、そうそうそう、なんか手がこうじゃなくて、あ、そうですね、インパクトでちょっとリリースしちゃって、じゃあいいのや、いいのや、なるほど、もうスーパーリリーサーだからさなるほど、やっぱかす、うん、そうなるほど、ちょっとポンポンポンってやってごらん、今軽く、なるほどね、もう今時っぽいよね、うん、入射角がやっぱり良くなるのよ、そしたら、もうできるね、いやできない俺のちょっとできない、はい、だけどどっちがいい悪いじゃないから、うん、うん、いや違う勝負はあのこれはあくまでもドリルじゃん、はい、コースでうまくできるのがいいんだから、うん、結局は、じゃあ今日の教えを守って、はいはい、今日の音声も幹でね、幹はもうこの何でした鎖骨の下を動かして、うん、鎖骨の上は止めていく、うん、で地面からの躍動、おう、はい、じゃあ今回はこのぐらいで、うん、うん、やっぱおかしいんだ、うん、おかしい、坂口おかしい、もうちょうどいいぐらい、え、まあまあいい感じ、ちょっとさ、はい、あの新一これをちょっとさ、うん、一回持ってって、ちょっと、うん、はいはい、桃子がいいか、桃子、はい、に持って、はい、ちょっと桃子これ、うん、でここでここで、うん、でこれちょっとこうやって、いやこっち向いてガッと持って、こうやって、うんうん、これ本当に幹が上手に動くと、うん、これ、うん、やらせじゃないから、はいはい、俺静かに動くから、指定関係で、こうやって突き飛ばしたやつと、いやいや引かなくていいよ、支えてってこと、構えて、合気道の演武、合気道のぶっ飛ぶやつ、1、2、3、でこうやってエネルギーって出るわけよ、で新一が今みたいにこう胸の前でペクロスして、はい、1、2、3、こ全然来ないじゃん、1、2、3、でもそういうことよ、でも、うん、こう使えっていうことですね、いやあの地面反力計測するやつも、うん、僕左に乗って蹴れって言われたんですよね、うん、それが足りないって言われてるから、ちょっともう一回いいですか、うん、毎回ちょっと 今こっちに、こっちに行くことばっかり意識しちゃったから、うん、蹴るための左移動ですね、うんうんうん、1、2、3、そういうえっ、あすかあすかあすかちょっと持ってて、はいはい、持ってる、今度、うん、このおじさん二人何やってんの
ここね、ヨコさん絶対負けないでくださいよ。いくよ、絶対負けない。1、2、3。おちょっとやりすぎない、すごい。いやでも実際嘘みたいな、そういうことよ。そういうこと、うん、いやでもすごいパワーだったよ、うん、ちょっとマシはしたけど、うん、でもそういうことなんですよ結局は。じゃあもうできるね、うん、もうできる。ちょっともう一回、ちょっともう一回、ちょっと俺がやる、え、もう一回、はい、味わい、ちょっと今ちょっとオーバーそうと思って、うん、ちょっと今回そうと思って、ちょっとで、あのここポイントは、うん、俺はそんな激しく動いてないっていうのがポイントなの、うん、はい、効率だから、はい、1、2、3。おお、でもすごいね、うん、OK、うん、もうできるね、だから予防さん、うん、今ので体得したから、うん、もうできますね。ああ、これね、はい、これ、あ、これをやってね。あ、はいはい、もうできますね。わかりましたよ、もうわかりました、もうできる。なんか岸辺さんのよりパワーないもんな、俺。ないですね。今の感じでもうできます、さすがに。お、でもちょっと良くなってるね、ちょっと良くなってる、うん、はい、リアクション取りづらい。もうこのみんなの感じでわかるよね、なんとなく。うん、でも、はい、これを毎日そうですね、やることで本当に良くなるから、うん、魔法はないんです。魔法はない。魔法はない。これは横田さんの魔法はないけど、うん、これ正しいやり方を続けると確実に上手くなるのも確かなんですよ。うん、ゴルフはね。で、正しいやり方をやらなきゃ上手くならないし。うん、何かを習っても習った時に上手くなるんじゃなくて、それを自分の中で消化した時に上手くなるから、そういうスポーツだと思ってください。わかりました、はい、ちょっとやっぱりこれは僕なりにはやっぱりグッと踏み込んで地面のパワーもらってドンですよね、うん、はい、そう、なんか、うん、それ今一番上手だった、うんうんうん、好きってこと、うんうんうん、好きですよね、うん、俺も好き。あ、だからちょっとこれは今ちょっと言われるがままにやりすぎてたからちょっといまいちだったけど、うん、今自分なりにどういうふうにこうやるかを今考えたら、これ左に体重をそういうことで、そういうことかけたら、そうそうそう、できるようになってきたから。でね、あの、まあ、いろんな計測器とかいろんな説明とかあるじゃん、まあ、好きじゃん、はい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 、好きっていうかよく言ってるじゃん、はいはい、俺はそれじゃないと思うわけ。こういう体感することで、うん、ね、体感するエネルギーが出るっていうのを感じることで、うん、ゴルファーはできるようになるから、卓上の説明じゃないと。なるほど。これは本当リアルに体感ね、分かるし、この体育館で、うん、ぜひやってください。今ちょっと体育館で。てか面白い回になっちゃったじゃん。これ結構いい回なのね。はい、いやいやいや、でも本当に、はい、僕なりに今最後の最後でちょっと掴みました、うん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 。4時間目になってきてもうだいぶふざけるようになってきて。あのブランコ漕ぐのと一緒よ、だから。はい、ブランコ漕ぐ時って筋力使わないのさ、こう降りようとするものに対して自分がうんってやるからどん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 こう大きくなるじゃん。うん、あれと同じでこうやってここに向かってうんとこうブランコをこいでる感じ、うん、あ、なるほどね、なるほどね。で、いや、できてきましたよ私、はい、徐々に徐々にね、はい、まだ第一日目だから、はい、はい、あれですけど、はい、ということで次5時間目は、はい、5時間目ちょっと外行ってもいいですか。はい、はい、じゃあ、ありがとうございます。広い庭があるので外でお願いします。